見舞いのお客様、心配しなさんな。万事は死に任せて。お兄ちゃん、おめえさんの命が危ない。さあ、一刻も早く。五郎八さん、へい。そのぞ、よし、とりあえず下げだ。へい、旦那、待てよ。何をするんですか。喜べ、役目が果たせるぞ。来い。今日はこの兵馬の腕の才を見せてやりてえが、あではな。旦那、見えますよ、見えますよ。見えるか。よし、見ちゃおうよ。なることは元より承知。小春大夫になり代わり弁慶相務めるは安倍川町の師だ。この関所一人たりとも通すことは相ならん。切れ。
動いて候。待ってました。美人殺しの張本人、証拠のかんざしを所持しとろうが。何を？主君山殿将、主君松永信濃守の埋蔵金を私用とした己が企み、谷谷大助の証言によってすでに露見しとるわ。武芸の素浪人のくせに何を申すか。そのごときに用はないわ。苦しいぞ門徒の将、残欲縄を受け。いずれの方か存じぬが、拙者神松永信濃守。言うな。その方このお方を何と心得る。ご老中阿部伊予の神様なるぞ。またこのお方は御妹太姫様なるぞ。その方主人信濃守にはすでに家事不取締りのため謹慎申し付けあるぞ。おやば、それ姫。父上。ご家老、お覚悟のほど。父上。門殿将、不憫な娘のためにも残虐することじゃ。佐々木兵、その方の働き見事であったぞ。は。はい。兵馬は世は使わしたその方の目付けじゃ。ことの起こりのかんざし、お礼持て。五郎八。はいはいはい。あれを、これね、わしはね、大事に持ってたんでやんすよ。そうかい。これが小春太夫の持っていたかんざしでございます。さて、梅、松、桜、各かんざしが揃ったからは、これが改名は将軍家御殿にて行われ、お上においてはその埋蔵金を臣民に下しおかれるとのありがたき仰せである。安倍川町のお七、ご苦労であったな。おーい、おーい、この大空は俺のものだ。地上みんな私のものよ。
んたはおしっちゃ。やっぱりあなたは喧嘩屋さん。謎が解かれたかんざし交番、これでめでたし今日の空、あの空はあなたのもの、地上はみんな私のもの、髪をまぶる